廿日市市内27の音楽グループによる合唱の発表です。5月18日、廿日市文化ホール桜ピアで廿日市市合唱祭が開催されました。これは発表の場を設け、合唱文化の発展につなげようと、廿日市市合唱連盟によって開催されています。たくさん集まって一堂にこうお互いの合唱を聞き合いますとね、みんなで研鑽をし合うということでですね、一堂に会して合唱祭をするというのは大きなことじゃないかなと思いますけどね。8回目の今年は27グループ延べおよそ650人が参加し、日頃の活動の成果を発表しました。気持ちよかったですけど、今日はまとまってて皆さん一生懸命声出されたし、よかったと思います。今まででね、やっぱり一番良かったと思います。みんなの心が一つになってね、で本当に長い間練習してきて、この8分間にね、凝縮したね、素晴らしい声がみんなに届けることができたんじゃないかと思っております。歌ってても気持ちよかったです。催しの最後は、参加グループからの有志と来場者が一緒になって、廿日市市のイメージソング、緑が空を包む日と翼をくださいの2曲を合唱しました。目的がね、こう町を文化の、音楽でこうやろうって、これだけの人が集まってくるのは、ね、素晴らしいことじゃないですかね。いろいろ趣向があって楽しい合唱だったと思います。